おはようございます。ピクタンです。今日は1月2日ということで、シンデレラフェス3日目。今日も京都でガシャモ時間がやってまいりました。さて、スタージュエルは2511個、カウントダウンライブの報酬のおかげでまあまあ溜まったかなーっていう感じのところです。結構大変やったけどね、じゃあ早速ね、もう1日1回無料の分を引いていきましょう。早くね、アンキラちゃんが出てほしいなと思っている次第でございます。物欲センサーなしにしても出ないものは出ないから、もう欲しいって言ってしまう。欲しいもんは欲しいやん。ということで、じゃあ行きましょう。まずはね、ロードを見よう。ロードはある。あ、ちょっとゆっくりいいよいいよいいよ。あ、ない。刺繍はついてない。怖いなじゃあ開けましょう。来い、キラキラ。あ、ないの、おかしいの。お、ミュウじゃん。ハッピーマジシャン工藤しのぶ。私ね、しのぶちゃんまだ1枚も持ってないことに気づいてさ、よーやっと。だからまだファン0人やってさ、ファン0人の子があとちょびっとおるんやけど、よしよし、超実質やね。後ろにクマとかゾウの人形というか置物が置いてあって、そしてリンゴを剥いているシーンね。なぜマジシャンなんだろう。特訓したらわかるかな。おー、青森だからリンゴね。せいかちゃん、せなしおりさん、一動画に二動画に一回ぐらいのペースで現れます。かんなちゃん、最後の後ろのそれは、お、ウエスタ、星見るの好きです。あんな風に綺麗になれますか。アーニャも、そうアーニャも持ってなかったのやな。ファン0人やって意外じゃない。持ってなかったね。よしよし、ほなみさん、じゃあ一番後ろのエスリアは、ふうかちゃんで、ランコエスリアでね、ニューがね来てくれてると嬉しい。おチョコ作りは落ち着いて、誰も見てないですから。モーリクボヤン。あー、かわいい。モリクボめっちゃかわいい。ショコラバレンタイン。エプロンがさ、バレンタインカラーというかチョコレートカラーで、めっちゃかわいい。そしてね、カップケーキがね、すごい女子力高い感じするよね。おー。ということでね、割とニューメンツが来てくれたかなという感じです。しのぶ、ふん、 4% ごと高確率でパーフェクトスコア 15% アップ。そして森久保は7秒ごと中確率で少しの間スコア 15% アップ。お、ビジュアルやん。今ビジュアルブーストのイベントやってるからね、ビジュアル特化はいいですね。じゃあまだ SS レア1枚も出てないんで、このスタージュエルの方で10回引きたいと思います。20連で1人は出るっていうね、その説をねちゃんと唱えていきましょう。あー、微妙。どうそのロードは怪しい。青いやんか。あ、
ないよないよ、これミュウじゃない？ふうかちゃん、シークレットクイーン。さあ、ついにシンデレラフェスで、シンデレラフェスで出てない動画をね、SS レアが出ない動画を出してしまった。悲しみ。くるみちゃん、みどりさん、ゆきのちゃん、メアリー、レアも大体も持ってる感じよね。あこちゃん、エマさん、じゃあ一番後ろの S レアはホタルちゃんで、多分それニューよね。ニューよね。大西ゆり子さん、あ絶対ニューや。目覚めし祝状、ホットパンツがもうなんていうか部屋着、部屋着、超部屋着、露出度が上も下もちょっと高すぎやしません？いいですね。部屋がなんかちょっとというか、かなり女子力高いですね。ピンクのカーテンに、うーん、スレはニューがすごい出るね。ということで、今回すごいね、全員ボイスなしじゃない。すげえ、逆にすごいわ。ということで、Sレアは、ふんふんふん、パーフェクトのスコアアップ系のやつが多いね。そして、あ、ライフ系や。うん、ということでね、SS レアがね、今回1枚も出なかったよ。これは確率低いんじゃない？低いんじゃない？で、ここでちょっとね、皆さんに相談がございまして、もう今スタジオより11個やから1回引くすらできひんところなんやけど、これをちょっとどうしようかすごい悩んでて、すごい悩んでて、まあ言っちゃえば課金しちゃうことになるわけじゃないですか、スタージュエル2500個分。これをね、すごい悩んでて、無課金ピーとしてやってきた以上、これを買っちゃうと無課金ピーってちょっと名乗れなくなっちゃうよねっていうね、名乗らなくても言っちゃいいのかもしれないんですけどね。普段は別に課金しないけど、こういう特別なスペシャルガチャセットが出た時は買う時は買うみたいな。2500で10連ついてて、 S レアスカウトチケットで、 SS レアでのスカウトチケットがついてるわけよね。だってこれで、これさえあればちえりちゃんをスカウトすることが、まあ、つまりできるわけで、まあ、ガシャでお迎えしたいっていう気持ちもあるのはあるんですけどね、どうしてもやっぱりちえりちゃんが欲しいのでね、その S レアスカウトの方でもね、ちえりちゃんをゲットできるっていうね、素晴らしいじゃないですか。でもね、無課金ピーやしねってことで、すごい迷っています。悩んでいます。どうしたらいいでしょうか。もしこれを買うと決めたら、明日の1月3日のガシャ動画で買って20連引きたいなと思います。さすがにね、さすがに明日の1日でもう2500貯めるんはちょっと無理なんでね。はい、ということで、まあたまにはね、こうやってシンデレラフェス内で出ない動画を見せるのも時には良いのじゃないでしょうか。 S レアでね、可愛い子たちをこうゲットできたんで、よしとしましょう。はい、ということで、今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ、画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。